今日の動画は田中夏希の激辛質問コーナーでございます。もうすでに大豆さんはもう拭いている。私はあの質問には答えないんですけど、うん、あのギャラリーがどんどんなっちゃんに質問してくるので、そう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 、私がその質問のなちゃんの答えに私が突っ込むっていう。でどんどんこうスピード勝負でねやっていきましょう。そうですね、はい、そんな質問されるような人生送ってないから。そんなにいらないから。じゃあ食べますか。まずそう、もう冷静なこれをね食べたい。今日はこれ初めて私食べる、これカルボでしたっけ。カルボプルダックポックンミョン。ポックポックンミョンじゃん。プルダックポックンミョン。プルダックポックンミョン。韓国の辛い麺です。これずっと食べてみたかったんですよ。うん、うちも気になってた。だから一人で食べる勇気ないから付き合ってほしくて。え、じゃあもうどんどん。あ、こんな感じね。いいね、そう、ちゃんとしてるね。ほら、ちゃんとしてる。もう色辛いでしょ。で、ちょっと麺がね、平麺なんだよ。平麺。せーの。はい。向こうの方は。味めっちゃ美味しい。あ、甘いけど辛いんですね、これ。おティッシュあります。おティッシュあります。ティッシュごめん、昨日なんかいろいろあって使い切った。痛い。あーすごい顔真っ赤すもんね、大豆さん。ちょっとどんどん質問して、なっちゃんに。じゃあ質問して、うんうん、今じゃん。人を裏切った経験はありますか。裏切ったことはあると思う。ダメだなと思ったのが、なんか友達が私と友達いて、その私と友達の共通の男の子がいたんですけど、その子と友達がちゃっかり付き合ってたんですけど、それでちょっと私がさ、なんか避けてしまったのが。裏切られた経験じゃなくて。裏切った経験、うん、ちょっと裏切られてんじゃんそれ。待って、もうちょっと広い心で、なんかあ、そうだったんだねみたいな言ってあげれば。もう裏切られてんだから広い心とかいらない。はい、次。願い事が3つかな。あ、1つだけかなうなら何がいいですか。一つだけ、はい、もうなくなるよ、早く。早いっすね。とりあえずお金10億円ぐらい欲しい。奨学金とは返して。で、あとあの実家のリフォームもしてあげたいし、自分の家も作り建てたいかな。うん、まず借金返す。うん。もう本当にこの女、なんなんこの女、本当に。おめえもっとこれ食って。もっと食ってさ、思考停止させて。自分は周囲にどう見られてると思いますか。めんどくさい女。正解。やっぱり、はい、次。どういう人を苦手に思いますか。女性で言うと、うちを見た時に下から上まで舐め回すような目で見て、あ、この人私より下だな上だなって判断するような人が嫌だ。わかる。周囲にどう見られたいと思いますか。まともだなって思われたい。ね、こんなさ、こんなピンボケ回答ばっかりな質問こんなないよ、なかなか。これ逆におもろいわ。よく隣で聞いてて。はい、どうぞ、はい、次。日常からストレスを感じる瞬間はありますか。ストレス、おめえいっぱいあるだろ。いっぱい。こっちは知ってんだぞおめえ。あのお家の中、おもちゃとかが娘の片付けでもすぐ散らかるの。あ、まあね、あ、いや、だし、あの自分が一生懸命料理作ってご飯出してご飯食べ終わるじゃないですか、うん、その後もまた茶碗洗いっていう仕事があることがストレス。ストレス発散方法は寝て忘れる。寝て忘れる。寝るしかない。じゃあ人生最後の日に何を食べますか。馬刺し。10人前ぐらい食べたい。マジ馬刺しとなっちゃんはすごい合う気がする。どういう意味ですかね。似合う、装備できるって感じ。この辺町は馬刺し、馬肉が有名なんですよ。こちら出身だったのもあんで、だから高級馬刺しを食べて死にたい。結構甘いそうよね、これ。甘いのに辛い。そう、甘いね、辛い。自分動物に例えるなら猫。なんか自由奔放でのらりくらりしてるから。全然そう思いません。犬です。全然そんな自由に生きてません、この人。じゃあ何から見していたらどういう動物ですか。なっちゃん、ハムスター、カピバラ。うーん、怠け者。マジですか。嘘。コアラ。なんかあんまり栄養にならないユーカリをずっとたくさん食べてるって感じが、なんかなっちゃんに似合ってる気がする。あ、パンダとか。あ、パンダとかもいいね、確かに。実は凶暴っていう。実はちょっと 目が笑ってないぞみたいな感じとかもちょっとあるかも。じゃあ自分を色に例えるなら黒でいいんじゃないですか。え、絶対違うと思う。グレー。マジ。ちょっとよどんでる感じ。よどんでる。あれ違うんですかね。まあ確かに闇はあるけど。好きなタイプは。好きなタイプ、ああと、これあの質問コーナーになったんですけど、笑った時にここに笑いじわみたいな、こう目がちょっと細くなる感じ。あ、
可愛い。笑顔のいい人がいいんだね。あ、はい、そうっす。ほら、食わないと終わらないぞ、これ。そうっすよね、ごめんなさい、皆さん時間を。待って。人生に求めるのは刺激オア平穏。個人的には平穏だなと思うけど。平穏側って思ってる感じはすごい伝わる。死ぬまでにやってみたいことは？ねこれさ、辛くて思考止まってんの。それとも普段からこの感じなの？普段がこんな感じ。あ、世界一周やりたい。世界一周、うん、絶対嘘でしょ、本当。とりあえず行けよ、おめえ絶対。恋人に求める条件は背が170以上、身長、うん、最初に身長確かに、あの、なんか思いやりがある、子供が好きで子育ても手伝ってくれる。はい、最初に身長ってないものねだりですよ。はいはい、どうぞ。じゃあどういう人に憧れますか？アンミカも憧れるし、戸田恵梨香とか。戸田恵梨香、あ、間違った間違った。戸田恵梨香とアンミカ同じ村に住んでねえから。中リーサ、中リーサ、中に、ね、全然さ、キャラわかんない。なんかガチャガチャ、自分の芯があってそれをなんか伸び伸びとやってる人。アンミカはかっこいいと思ってもいいけど、憧れてもアンミカには多分ならないと思う。まあまあまあ、憧れるだけただじゃないですか。はい、次どうぞ。とりあえず S と M どっちでしょうか？多分 M。 あ、自分いつもいじめられてるけど、逆に いつもいじめてる人をいじめた時になんかすごいいい気分になりませんか？まあ、向こうはいじめられた風を装ってくれてるんだよ。そうなんですか？なっちゃんにいじめられることなんてない。なんか弱みを握れたのが嬉しい。マジ闇深いのどんどん出てきて。いいよいいよいいよ。で、弱み、人の弱み握りたい女です。はい、どうぞ。仕事、趣味、人間関係、地位や名誉、お金の中で優先順位をつけるなら。お金、仕事、趣味、お金、一番お金なの。人間関係、あとな、仕事、正直すぎる。地位、名誉。お金って大事じゃないですか？地位、名誉はもう捨ておいてもまず金なの。それはなぜでしょうか？あ、だってお金は人間関係のトラブルの元になる。一番の原因。絶対この人、あの、かつて人に金貸して帰ってこなくて、なんかこうトラブってます、これ。知らないけど、この話あるってことは絶対誰かになんか裏切られてます、これ。全然そんなことないけど、やっぱりお金があるないで、その幸福感が全然違う。いや、なっちゃんいいね。なっちゃん、質疑応答でどんどん闇深い、なんかこの子の裏には何かあるっていうのを匂わせてるよ。え、本当にそう思います。やっぱお金のせいで喧嘩になるから。食べて、いいよ、なっちゃん。お金があると心のゆとりも全然違う。はい、違う、はい、違う。ファッションのこだわりは？とりあえずサイズと自分に合ってるかなど、あとはあれですね、あんまりお金をかけない。私、なちゃんの代わりに今日あの答えてあげますと、なちゃんやっぱりあの自分が太く見えないっていうことをすごいこだわってます。なちゃんの可愛いはやっぱ自分が太って見えないっていう、細く見えるが可愛いの基準なんだなっていうのをすごい今日感じました、うん、一緒に買い物して、うん、なんかすごい寒くなってきた。わかる。ほら、汗で。すごいこの辺スースーする。そう、スースーする。なんかもう辛すぎて。そう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 。スースーするよね。好きな漫画は？あと昔買ってたのは全巻揃えたの、スラムダンク、バスケ部だったから好きな漫画。あとは天使なんかじゃないという矢沢愛。店内大好き。うん、あの矢沢愛、あの七を描いた、うん、店内とかも好きかな。うん。好きな食べ物？食べ物。ごめん、ちょっと。刺し、イカ刺し。好きなのがチーズ。生物。嫌いな食べ物？いくら、すじっこ、魚卵食べなんか、あ、生姜はちょっと苦手かな。ガリとか紅生姜は必ず、焼きそばパンの紅生姜は取ってから食べる。ねえ、こんなに食べるスピードの落差ある動画ある？気持ち悪いって思った人いますか？あ、いや、まあ、いますよね。なんかあの、生理的に無理なのは結構気持ち悪いと。生理的に無理が多そう、うん、なんかなっちゃんって結構物事をロジックで考えるよりも感覚的に直感的にこれ好き嫌いみたいな人だと思うから、多分人の好き嫌いとかも直感的に嫌いとかありそう。ちょっと苦手なのは、うん、あの学生服とかにフケが落ちてる人。あ、フケなんで。それはでも確かに女子は苦手な人かも。爪のここ黒いとかね。めっちゃ使えないかもしれないけど、経験人数は最低。こんな質問するおっさん一番なりたくなかった。初体験の後の感想。ああ、いいね。え、覚えてない。本当に全然覚えてない。初体験ちなみにいつ？え、使えてないんじゃないの？いつだっけ？数日前。何の話？え、エッチの話なんて。エッチの話、それ初体験じゃなくて最近した話でしょ。え、これ絶対使えないじゃん。違う、初体験だから。ああ、初体験いつしたっていう話。ねえ、もういいけど。
へぇもうこの話突っ込むなよちゃんと体験の後の感想ももう忘れちゃった覚えてない。そういうの本当覚えてない。なんか日記書かないと本当に忘れちゃう私そこ笑うとこですか。いや初体験の後の日記読みてめっちゃ読みて日常の感想すんげー黒いこととか書いてたな。どうしよう初体験の後の、うん、感想を書いたこのばかりの方みたい、うんうん、見たい人々の初体験の後の感想をまとめて本にしたい、うんうん、本にしたい出版したい、出版しましょうこれ検討者さんよろしくお願いします。なんか初めてのキスとか甘酸っぱいとか言うじゃないですか。そんな甘酸っぱくなくないですか。あんま無味的な感じしません。そういうことじゃないそういうことじゃないじゃん例えじゃんそんなさ口の中甘酸っぱいついたらさ東京かなんかだよそれなんかちょっともうやばいから例えだよ例えそうだ口の中本当に甘酸っぱかったらなんか多分歯磨きしてないよそいつそうかそうですよねごめんなさいマジごめんなさい気持ち的にですよね気持ち的にそうですよねそうだよすいませんすいませんマジですいませんまあいいよいいよ。はい、今どういうのが好きですか。すげえ聞くじゃんマジだなまあもうシンプルがいいよねきっとね。あーうーんそうでもねえのかよ。何フェチですか。あ、それは答えられちゃう。フェチでも身長はこう高い方がいいんでしょ。うんいいですよね身長高い方がなんか物とかも取ってくれるし。そこはいくないですか。こいつ、人を利用しようと思っている大好きな恋人と初キスでも口が臭い恋人はもっとキスしたいうわと言っています。どうしますか。歯磨きしてっていうそこ結構直球直球なんだあ、それが恋人だったらそういう付き合ってる人にだったら言えるけどまだ付き合ってなくてだったらそういう、まだそこまで深くない中だったらちょっと今日はちょっとあ、それと問題を先延ばしにするタイプなんですね。あ、そうか次回も臭いとか問題を先延ばしにしても次回も臭いよその人。あ、じゃあ一緒にブレスケア飲むかあ、そういう問題じゃない一緒にじゃあ歯磨きするあ、それプレイに持っていくっていうねプレイじゃないですけどとりあえずなんか、まあ、自分も臭いから自分あなたも歯磨きしてみたいな感じ。お金が大事って言ってたんですけど、うん、僕1億円あげるので脱いでくださいって言われたら脱ぎますか。あ、どういうシチュエーションで脱ぎます。物による。ただのサンフェス、サンタフェ、フルこういうやつでしょ。これ宮沢り、宮沢りサンタフェはあの折り柄こうやって覗いてる。これは川島直美でしたあ、その1億円くれた人にですか。え、違うでしょ、出版するんじゃなくて。出版するんだよ。でもそれをあの1億円もらうから出すっていう条件を秘密にしてやるんだったらまだ頑張る、考える。ああ、こいつ1億円で脱いだんだって思われるのはちょっと嫌だ。そう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 。ああ、すごいなんか。ええ。いやだからこういうところしたたかだなってすげえ思う。どういうことですか。か賢い回答だなって思った。ああ。でそれは仕事として引き受けるから普通さ、いくらだったら脱ぐとかじゃなくて、やっぱいくらでもその今期お金もらったから脱いだっていうのを人に見せないっていうすごい興味深い回答。どなたが1億円どうぞこちらにじゃあこれ美形だけど性格悪い、顔は悪いけど性格最高、付き合ったらどっち。性格最高。うん、絶対そっち選ぶと思う。うん、何さんは私ですか。顔です。マジっすか。はい、なんでですか。まず性格いい人のことあんま好きじゃない。あ、じゃあうちのこともあんま好きじゃない。なっちゃんのことあんま性格いいと思わないから闇抱えてる。ラブラブ結構ラブ男は度胸、女は愛嬌なんて言葉がありますね。男は〇〇、女は〇〇をあなた流に埋めてください。何文字でも OK です。しれっと食い終わってるし、ね、うちはもう男女っていうあれがないけど、うん、とりあえず人は思いやりが大事だって何事も、うん、何事も思いやり大事。なちゃん人にも優しさを求める感じはすっごい合ってると思う、うん、でも大事、それで世界は救われるから戦いなんて起きません本当に。なちゃんは度胸がありますよ。うん、でも愛嬌より度胸の方が、女も度胸大事。大事で低身長も度胸が大事。大事度胸つか、うん、自分で何でも黒板消しとかも消せなくても頑張って例えそれそう消すとか
ジャンプして消す。基本エピソード全部学生時代マジで。そうそうそう。で大人になってからのエピソード全然ねえから。今日結構私なんちゃんの今までの動画の中で一番おもろい気がする。なんかだってこんななんちゃんなかなか見たことないもん。結構マシンガン遠くで喋るんじゃんって思った。もう辛いの食べたからかな。辛いの食べたか。てかもはや辛いの食べたっていうことは必要だったのかっていう。この子供必要だったのかっていうことに最後突っ込ませていただきたいです。あの途中からなんか隣から変な話ばかり聞こえてきて味にも集中できないし味にも集中できないしって感じでした。はい、ピンボケ出んのよ。ピンボケ出んのよ。すげえ一生懸命話せば話すほど話の本筋からどんどんずれていくっていうか。そんなにずれてました。なんて言うんだろうな、こうなっちゃんが具体例だと思って言ってる例え話が全部みんなをポカンとさせるっていう。そう、でもやっぱりツッコミが、だから視聴者の皆さんこれからぜひダッチャーの動画見たらセルフでツッコんでみてください。私はちょっともう今日はいっぱいツッコみました。ちなみに大豆さんから何か一つ質問ありません？僕のこと本当は嫌いですか？あの時々嫌いに。ねえようやくねえもう本当にようやく素直になってくれたっていう感じが逆に好きになったなっちゃうこと。なんかちょっと仲良くなれたなって思った今。なんかあの、うん、この間電話した時も。いやなんかすごいうちのためにって いっぱい言ってくれてんだなって分かるんですけど、後で思い返した時にすごい悲しくなるんですよ。あそこまで言われる必要あるのかなって思うよね。なんかいやまあすごいありがたいんですけど。いやなんか逆にうちが逆に嫌われてんだろうなって思うから悲しくなる。あなちゃんのこと。そう、なちゃん本当に素直にいい子の部分しか見えてこなくて、なんか私とかもっと性格ひん曲がってるから本当に思ってるはずないって疑ってかかっちゃうんだよね。そうそうそう、でたまにそういうなんていうんだろう、嘘じゃないんだけど、たまにそのなっちゃんの裏に見え隠れる闇が見えた時になんか、あ、出てきた出てきたってなってるっていうか。何、聞いてない聞いてない聞いてないでしょ。聞いてない聞いてない聞いてない、こいつマジで聞いてないから流してるから本当に。え、これ基本そうだよ。だから早く終わんねえかなって思ってんだよ。トイレ来てなとか思ってんだよ。いやなんか早く初恋変えなきゃっていう気持ち。いやすいません、ほんと春に合うなよ。ありがとうございました。今日お泊りできんだったら全然いいんですよ。全然演説を聞いてみたいです。帰ってください、お泊りいらないです。帰ってください。演説ディスってるディスってる。爪を聞いていたいんですけど。最高最高だ。でもちょっと時間があるからごめんなさい。大丈夫なの？大丈夫なの？本当に本当にお泊りしたいくらい楽しかった。絶対止めないし、いらない。ええ、はい、仲良くやっております。はい、ビジネスではありません。仲いいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今日は私のなんか激辛質問コーナーでした。はい、ありがとうございました。なんか今日はね、すごい楽しい一日でした。絶対サボのやつ嘘じゃん。思ったでしょ今。なんかつける必要ないよね今の一言。いや、なんかまとめた方がいいのかなと思って。なんかあの言葉はただお話だったんですよ。楽しい以上に言い表せなくて、うん、ということでした。はい、あの通訳するととっても疲れた一日だったっていうことで多分いいかなと思います。またぜひやりましょう。またやりましょう。じゃあ皆さん、あの楽しかった人ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあありがとうございました。あひどいけど、え、でも最高だったよね。3日前とか。3日前はやばい。初体験じゃないと思ってた。最近いつしたのって聞かれたね。しかも答えなくていいから、そんな質問もしされただとしても。え、そんなになんか恥ずかしいことなの？恥ずかしいことではないよ、全然。